カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カムイの日浦です。よろしくお願いします。この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、はい、ということで今日は10月14日でございますね。もう半ば来ましたよ。あと1ヶ月、2ヶ月半ね。2ヶ月半、2ヶ月半かな。11月と12月と10月の半分ね。はい、2ヶ月半ですね。早い。早いですね。そして、約1ヶ月後には、ドラゴン映画祭、はい、ございますので、皆さん楽しみにしてていただきたいんですが、今日10月14日はどんな日なんでしょうか。はい、はい、10月14日、はい、鉄道の日。1872年、はい、明治5年にの10月14日、はい、新橋駅から横浜駅を結んだ日本初の鉄道が開業いたしました、はいはい、また1921年、大正10年10月14日に鉄道開業50周年を記念して、東京駅の丸の内北口に鉄道博物館、初代のね、はい、が開園したことを記念したものであります、はいはい、JR 発足後の1994年からは運輸省の提案で鉄道の日というのが、継承され、はい、JR グループ以外の民間鉄道の記念日にもなりました、はいはい、まあそうなんですよね、うん、だからこのね、あの鉄道開業っていうのがね、ものすごいドラマがあったんですよ。あのもう戦争真っ只中というかね、あの、まあ、戦争やるやらないぐらいの時に、あのこの鉄道引く引かないっていう話があったので、ものすごい実はこの資材をまずどうするって話もあるし、で軍事の方にもやっぱり鉄はいるしみたいな。だから実はね、鉄道も潰しちゃえ、もうその鉄道事業を潰しちゃえって言って軍がね、あの協力してくれなかったんですよ。でその証拠が実は今発掘されてるんですけど、あの新橋から横浜までのほとんどがなんと海の上走ってた、あの要は今までの築城技術の力を使って、あの石垣をバーってこうレール敷くために引いて、でその上レールを走らせて、その上をあの機関車が走った。だからあの新橋出てしばらくしたらあの東京湾が見えてきて、で海見ながらこう走ってるみたいな。なんかそれもなんかいいですね。そう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 、結果的にね、結果的にね、でまああの横浜に入っていくっていう流れになるんですけど、あのまあまあいつの間にか埋め立てられて、気付いたらあの海の上のとか関係なくなっちゃってて、でまあもう土の中に埋まってたのが今品川あたりで今ちょっと発掘されてるらしくて、はい、っていう話をブラタモリでやってました。ブラタモリね。はい、もう一つ、はい、熊野プーさん原作デビューの日ですね。はい、日本で愛される熊野プーさんの原作が発売された日となっております、はい、1926年大正15年の10月14日に発売されました、はい、愉快な、仲間たちとプーさんが暮らす、100エーカーの森にちなみ、はいはい、環境や森林保護を考える日としても、そういうね記念日になっております。すごいな、そこまで広げるの、ね、へ、森林とかも森を大切にしましょうってね、はいはいはい、うん、なんか俺てっきりあの美味しそうに蜂蜜を食べる日なんだけど。ね、熊野プーさんも蜂蜜大好き、ね、大好きやもんね、蜂蜜のこの亀持ってこうやってこうやって食べてるっていうのが、食べすぎて自分の部屋から出れなくなっちゃう。お尻が挟まって、そう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 、ね、ティガにお尻のなんかこう、家具にされて、うん、上にお花置かれたりとか、あれ可愛いんですよね。なるほど、そうなんですよ。で熊野プーさんは、うん、森の仲間たちと日常で、うん、もう10のエピソードがあるそうで、はいはいはい、日常が描かれている、うん、まあ、児童小説ですね、はい、はい、となってます。まあシリーズもなんか4作とかね、はいはい、5作とかあったりとかするんですけど、絵本にもなってね、うん、ね、はい、で
映画でね実写化されて、うん、はいはい、あの大人になったピールがありました、はい、ありましたね、はいはい、とかあったりとかするので、うん、またねそちらの方もねどん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 、はい、ね、あの怖いやつなんか著作権もね、あ、著作権切れたので、うん、そうなんや、怖いやつ、そうそうそう、怖いプースね、怖い、うん、悪魔のプースですね、クマのプーさん、あ、クマのプーさん、あ、クマのプーさん、はいはい、とかね、そういうのもいろいろシリーズをされていて、はい、今でも愛されてるプーさんの日ですよね。そうですね、まあ、最近僕あのよくあのプーさんみたいって言われるんですけど、はい、プーさん、そうそう、なんかあのそんなに喋ってないはずやねんけど、なんかあの女の人のお腹こう撫でられたりとかね喜んでるんですか。ああいつでも触りに来てください。ドラゴン映画祭でね、いるのでか。そうですね、はい、あの、います、1階にいると思います、はい、プーさん探しに来てください、はい、探しに来てください、はいはいはい、あ、女の人限定ね、男触ったらどつく、男の子も大丈夫です、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございました、はい、ということで、今日のですね、このプレゼンありかなしかなんですけども、またリモートでね、取材をさせていただきました、インタビューさせていただきました、ドキュメンタリー映画、鉛筆と銃、ね、でサブタイトルがですね、長倉ひろみの目というサブタイトルになってます。でこの、まあ、前はドキュメンタリー映画なんで、長倉ひろみさんを追っかけたあのドキュメンタリーなんですけど、その長倉ひろみさんにインタビューをさせていただきました。でこの人どんな方かというと、簡単に言うとあの、まあ、言ったら戦場カメラマンの走りみたいな人ですね、うん、40年前からやってらっしゃいます、うん、でその方がどういうそのものを追っかけていき、うん、で誰と出会って今何してるみたいなところが描かれているお話になるんですけども、まあこちらの方はですね、予告編とインタビューでご覧いただきたいと思います。それでは、このプレゼンありかなしかスタート。写真家に欠かせないのはここだと思ったら決して逃さないこと。僕の名前は長倉ひろみ。単に事件をバーッと駆けつけて撮ってそれを発表して終わりじゃなくて、なんか続いていくっていうのはここから始まったのかな。エルサルバドルから始まった。好きだという気持ちが伝われば、英雄も子供も笑顔を浮かべて心を開いてくれる。写真に写った人の生きる道筋と、そして見る人の生きる道筋が交差する。写真を撮るものとしては、それが僕の希望。はい、それでは今日はですね、ドキュメンタリー映画鉛筆と銃、長倉ひろみの目という作品に出演されました、長倉ひろみさんにインタビューさせていただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まずはですね、この作品がどういう作品なのか簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、まあ、この作品は私の半生40年間という時をですね、アフガニスタンとの関わりから始まって、取材者なんですけど、私はカメラマン、はい、でそこで出会った英雄マスードに最初は惹かれて、ソ連軍を何度も破ってる英雄がいるということで、彼のもとに山を越えて行って、彼が僕との生活に一応 OK してくれて、最初に100日間暮らした。そこから彼との出会いが17年間にわたって続いていって、まあ、写真をずっと私は撮ってきたんですね、はい、ただその最初の英雄マスード、戦闘の中で果敢なっていうか勇敢な有能な司令官を撮ろうと思ってたのが、次第に英雄像というよりも
彼を間近に見て人間マスウドっていうものにすごく惹かれるようになったんですね、うん、だから同志を大切にしたり老人を大切にしたり老人たちの話を聞いて物事を決めていく、そして学校を作り病院を作り、そういう戦争の人とはまた違う人々、戦争といってもやっぱり人々の生活も支えなくちゃないんですね、うん、それをやってるマスウドにどんどん惹かれていって、ただ残念ながらずっと彼を取り続けたいと思ってたんですが、2001年に彼が、まあ、アラブ人の狂信者の自爆テロで倒れてしまう、まあ、亡くなってしまったんですね、はい、でその時に大変私は、うん、彼は不死身のように思ってました。何度暗殺部隊を送られても攻撃を受けても、3万人というソ連軍と政府軍の攻撃を受けても持ちこたえた、彼は決して死なないだろう。なぜかというと彼は敬虔な本当に真面目なイスラム教徒だったので、神がきっと助けてくれているっていうふうに思ってたんですね。ただ残念ながら亡くなってしまった、はい、その時に本当にもう悲しみっていうか、涙がこんなに流れるんだろうか、月を見ても花を見ても全て、まあ、涙が出てしまうっていうか、そういう時期があって、彼のいないアフガニスタンを取る価値があるんだろうか、うん、それまではマスードが愛する人々、マスードが愛するアフガニスタンって目線で僕はずっと取ってきたんですね、はい、ただ彼がもういなくなったら、その彼を通してっていうのはもうできないし、なんかすごい本当に深い悲しみっていうか喪失感があって、はい、アフガニスタンを取る気がなかったんです、はい、その時はシルクロードとかいろんなとこ他の地域を取材したりもしたんですけど、はい、やはりマスードのその時に一周期があってですね、カブールに行った時に偶然立ち寄った山の学校、彼の故郷の中でも一番不便なところにある学校に行ったんですね。その時にそこの校長先生がマスードの部下だった。で、はい、彼が教員免状を持ってたので、マスードが戦いよりも教育、故郷に戻って教えなさいということを言って自分たちは学校を作ったけども、本当に今給与もな滞って困ってるので支援してくれっていうところからその話があって、まあうん、まあ彼に勧められるまま学校に行ったらですね、本当に机も椅子もなく窓もなくドアもなく、石の上でボロボロになった黒板を見上げている子どもたちを見たときに、マスードのこれからのアフガニスタンを再建するのは子どもたちだっていう言葉がすごい僕の中によみがえってきてですね、うん、なんとかしたいって気持ちになって、持ってたお金で机と椅子を買った。そこからまあ僕の先生たちがもっと支援してほしい、これからも支援してほしいということで支援が始まった。そこでなんか子どもたちの表情、学びたいという気持ち、うん、そしてその瞳を見たときに、なんか僕はマスードの喪失感が消えたわけじゃないんだけど、僕の中にマスードはゼロになったんじゃなくて残ってたんだな、彼の思いみたいな、うん、これはこの子たちをなんとか支援してアフガニスタンをなんか未来を開く力に一助になればいいなっていうところに進んでいった。だからこの映画は僕という人間、マスードっていう英雄、そして指導者、そしてその亡き後に子どもたちのとこに移っていくっていう一つの三つのストーリーっていうんですかね、はい、今のアフガニスタンを説明する映画というよりは、うん、まあ、人間ドキュメンタリーというか、そうですね、一人一人の人間、はい、そして思い、そういうものを描いた、まあ、作品、そして何よりも僕が一番この映画をすごくいいって自分で言うのもおかしいんですが、やっぱ僕の写真をすごい使ってくれてるんですよ、うん、ただ使ってくれてるんじゃなくて、うん、僕がマスードを撮った時の一枚一枚、はい、彼の人生、思い、悲しみ、喜び、それを一枚の写真に僕は入れたいと思ったね、うん、そういう写真を連ねることで、うん、その時の空気感、マスードを見た僕の目線っていうか、それをすごく生かしてくれた映画だから、はい、スチールが好きな人、写真を勉強してる人も見ても、あ、映画の中でこういうふうに写真を使えるんだっていうこともすごく面白い、そういうある意味で大胆だというか、はい、そういう挑戦も入っている映画だと僕は思ってます、はい、特に僕印象的だったのは、あの草むらで横たわってるマスですかね、 あの写真がすごく僕いい写真だなと思いました、うん、本を読んでる写真ですね、はい、だからマスードさんって実は大学を中退されてるんですよね、建築は
ね、そうなんですよね。だからもし叶うなら、そのもう一回建築学を学び直したいって結構言ってらっしゃったっていうふうに後で、はい、書かれてる記事を読ませていただいたんですけど、だからこそある意味山の上の学校っていうものに中倉さんをいざなったんじゃないかなっていうぐらい、ある意味運命的な出会いになってるのかなっていう気はしたんです、ね、驚いたのは3年、はい、4年前ですけど、はい、アフガニスタン行ったあのマスードが山の上で本を読んでる、はい、場所をもう一回行ってみたいって探したんですね。行ってみるとですね、実はその後に僕がそれ後以降支援していく山の学校の敷地の本の前で彼が本を読んでいたってことが分かったんですよ。すごいですね。その学校なかったんですよ。それがすごい今言ったイザナウっていう縁っていうか出会いっていうか、すごい驚きました。本当に驚きました。だからマスードに呼ばれたとしか思えないですよね、本当に。それそうですね。だからマスードは先ほど言われてましたけど、本を読むのがとても好きっていうか、うんうん、本はやっぱり彼の人生の一つだったと思うんですね。普通の、まあ、若者であったんだけど、戦争によって彼の人生、18歳からもう人生が変わってしまった。ソ連軍に抵抗するために彼は戦争という狂気の中にいても正気を持ち続けた人間なんですよ。父親を殺されて、まあ、夫を殺されて仇を取りたいから銃をくれっていう女性と子供がやってきた時も、うん、それでは物事は解決しない、暴力の応酬っていうか復讐の、まあ、応酬になる。だからこの子を学校にやった方がもっと意味がある、学校にやりなさいって言って武器は渡さなかったんですよ。戦争で物事は変わらないっていうのが彼の信念でした。話し合って平和を求めるっていうのは常に思ってたことなので、本当に彼がいると僕は彼と500日間暮らして戦争の中にいたっていう気持ちはあんまり実はないんですよ。だから僕はやっぱり彼の持ってる資質っていうか、指導者としての、そして一人間としてのそういう資質を失わなかったマスードっていうのは僕にとって合わせ鏡のように、いまだに彼の言葉をたくさん思い出しますよ。アフガニスタンっていうのはもともと豊かな国なんです。僕が学生時代に行った時には、うん、はい、いろんな民族の人が暮らしてそれぞれの文化を持ちながら音楽し、さまざまに溶け合ったシルクロードの十字路として、うん、とても栄えた国で多民族国家なんです。だから僕はアフガニスタンがいつか皆さんが平和になったアフガニスタンに旅行できる日をとても心待ちにしてます。なぜかというと、戦争前にアフガニスタンを訪れた人はみんなその頃の豊かさを知ってて、未だに僕の写真って映画に来てもあの頃は良かったですねって言うんだけど、それが二度と来ないわけじゃなくて、必ず子どもたち人々の心の中にマスードの思いも残り、うん、この国の多民族の精神というか豊かさ、共に生きる豊かさみたいのは必ず残ってると僕は思うんですね。それまで僕はこの支援は支援というか支援が目的じゃないんですよ。そうですね、はい、支援をすることでこの国の人たちの思いに寄り添いたいっていうのは僕の、うんうん、ものすごくその思いがこの作品の中にも詰まっていると思いますし、たくさんの人にねこの作品見ていただきたいなというふうに思うんですが、もうそろそろちょっとお時間になりましたので、はいはい、最後にですね一言、見てらっしゃる方に中倉さんからメッセージをお願いいたします。先ほど言ったように写真の使われ方で僕がどうマスードと向き合ったかっていうことも写真にも当然ありますし、もちろん写真だけじゃなくて動く絵も当然入ってますけど、その中で、ああ長倉っていう一人の世界の長倉ってなりたかった野心いっぱいの男がどう変わっていったのか、そして子どもたちの瞳に何を見つけて、そしてこれからどうなったらいい、あのアフガニスタンがなればいいんだろうってことも、そういう思いもこの映画の中に僕は詰まってると思うので、一人のヒューマンストーリーっていうかドキュメンタリーであり、アフガニスタンの未来を描くドキュメンタリーであり、そして今日本の人たちがアフガニスタン、戦乱のアフガニスタンと心をいつか通わせるための一つの材料になっていくと僕は思ってます、うん、本当に豊かな国なので、いつか日本の人たちがそこを訪れて、ああいいよね、そういう国になるまで見届けたいと思ってます。はい、ということで今日はドキュメンタリー映画鉛筆と銃、中倉ひろみの目という作品の、はい、中倉さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。すごいエネルギッシュな人でしょ、うん、中倉ひろみさん、ね、もうなんて言ったらいいか、もう一言聞いたらもうあの
4分ぐらい喋ってくれたので相当切りました、はい、あの全部で多分20分ぐらい喋ってはるんですけど、はい、喋ってはるというか、まあ、あのインタビューさせてもらってます。伝えたいことがいっぱいあるんですよね。そうなんですよね。だから、うん、あのやっぱね写真家の方やから、うん、いちいちね例がねビジュアル的なの、うん、だからもう頭の中に浮かんでることを言葉に直して喋ってらっしゃるっていう感じなんで、うん、まあ、具体的にすごい分かりやすいんですよね。だからね、うんうんうん、はい、でもねほんまにあの何あの草むらで寝そべって本読んでるっていう写真があの学校の前やったっていう話聞いた時、俺もサブイボ立ってうわマジっすかみたいな、俺いざなわれてるみたいに言ったけど、あの写真を例にとってね、あの一応前情報で増蔵さんっていうのをちょっと調べてて、ですごいねあの理知的な人で、で本が大好きだったっていう話は聞いてたんだよね。で映画の中でもあの暇さえあればというか、その、うん、戦闘やってなくてあの休みの時は結構本読んでることが多いみたいなね、うん、だからあの昨日は本を読みすぎて寝てないんだよみたいなことを言ってることがあるぐらい、うん、本が大好きな人っていうのはあの聞いてて知ってたんで、うん、だからあの本を読んで草むらで読んでるっていうのがすごいなんか平和的やんか、うんね、そのソ連を撃退した英雄っていうよりは、うん、なんかすごい普通の青年がそこで本読んでるって感じだから、すごいいい写真やなと思ってて、でそれを言ったらたまたまそれがね、学校のもう完璧にそれもういざなわれてますよ、マスドにお前頼むでって言われてますやんみたいな話だよね。あれちょっと本当に感動しましたけども、はい、まあまあ、で実はですねこの作品ですね、あの前にあの沖縄戦の図、あの丸木位里、丸木俊、沖縄戦の図全17部やったっけ、14部か、うん、ね、あれの川村監督が監督してるんですよ。おそうなんです。だから僕最初あの監督にインタビュー申し込んだら、うん、いやいやこの作品は僕じゃないだろうって言って、うん、あの長倉さんにっていうことで長倉さんにインタビューをさせてもらったっていう経緯があるんですよね。やっぱ川村監督こういう作品すごいうまいというかですね、うんうんうん、であのさすが元 NHK っていうか、あのあナレーションは長倉さんも喋ってはるんですけど、あの山根元代さんやった、あの NHK の人が、あの女の人が喋、ね、ってはるんですよ。めっちゃもうそれだけでも全然なんか締まるんですけど、はい、あのいろいろとさすが川村監督という仕掛けがされている作品になってますね、はい、まあ、ぜひこれもまた、14日、まあ、今日ですね、今日からシアターセブンで、その後、京都シネマとか、神戸映像資料館とかでまたあの順次やっていきます。まあ、この辺出てますけど、出てくんですけども、なんと長倉さんが、シアターセブンの上映最終日、20日金曜日に、舞台挨拶で来られますんで、すごい、ぜひご本人からですね、思いの丈を直接聞いていただきたいなと思いますね、はい、はい、という感じでございましたが、はい、どんな感じでございますでしょうかということで、はい、よろしくお願いします。はい、では参ります。このプレゼンありかなしか判定。まあ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 、まあ、予告編だけでも十分なんかね伝わるものがあるやつなんですけど、本編はそんな長くないんですよ。あの90分ぐらいで見えるんで、はい、そんなに長くはないです。ただ何やろ、受け取るものはすごいありますね、はい、そういう作品になってますので、ぜひ、映画館今日からですね、シアターセブンで公開してますんで、大阪の方はジュースをシアターセブン、見に行っていただければなと思います。はい、ということで今日はですねドキュメンタリー映画鉛筆と銃、長倉ひろみの目の長倉ひろみさんのインタビューでした。ありがとうございました。はい、では次あゆみ。はい、10月ですね、はい、今ね、はい、映画の制作中で、ね、土曜日、日曜日がちょっと
っとね、あの臨時休業させていただいているので、はいはいはい、まあ、平日は上映させていただいております、はいはい、次の上映が18日19日と映画を上映しております、うん、はい、18日が、上野隆二監督の君の場合は、はい、で19日が、明日を迎えるために同じね、上野隆二監督です、はい、のび太作品を上映させていただいております。お時間は19時30分から、料金は1500円プラスワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひ皆さんね、お越しいただきたいなと思います。君の場合は、去年おととしの作品で、明日を迎えるためには去年も、私たちがね制作で関わっている映画となっております。上野監督ずっとそうですね。そうなんですよ、マテリアルがね、はい、制作、まあね、あのその10月4日から4日の3日間と11日の3日間、11日から3日間も全部ね、1部、2部、3部、4部と4作品をやってて、今5作品目 の、 ね、その映画制作の形で土日で。なるほど。形になるんですね。まあ、またここでもね、はい、上映しますので、はい、はい、お越しくださいませ、はい、そして10月20日がラクザライブになります。はい、うん、音楽ライブですね、はい、まだお席があるのかな、ないのかな、わかんないけどお問い合わせくださいませ、はい、はい、お時間の方が18時オープンで19時30分からスタートになります。はい、料金が2500円、ワンドリンク付きとなっておりますので、皆様ぜひ楽しんでください、お願いいたします。はい、そして10月の23日が川の日です、うん、もう10月これで最後です。おー、はい、オーラスやん、最後ラストカバーですね、ね、はい、1年間ということで1年間ね、はい、上映させていただきました。最後の日が来ました、はい、はい、まだまだと思ったのにあっという間ね、本当ですね、もうちょっとみんなで盛り上がりたいんで、はい、ぜひぜひぜひ、ね、23日は集まってください。はい、はい、料金の方が1500円、うん、プラス税と、はい、19時からスタートになりますので、はい、ぜひぜひ皆様プラストカバーを、ね、はい、マテリアル見に来てください。はい、はい、よろしくお願いします。そして10月25、26とマテリアル演劇シアターです、うん、はい、こちら一劇屋さんの公演作品を上映いたしますので、はい、ぜひ皆様お楽しみください、うん、はい、今一撃屋さんもね、あの VTR があったりとか、はいはいはい、あのコメントをいただいてたりとかするので、うん、ここだけしか見れない映像が見れますので、うん、ぜひこちらの方も楽しんでいただきたいなと思います。人気の劇団ですね。そうですよ、ね、はい、料金の方が1000円プラスワンオーダー制となっております。お時間の方が19時30分スタートになりますので、皆さんお越しくださいませ。はい、そうですね、はい、となります。以上となります。はい、はい、10月の分はね、10月からもう今から外税がかかってますので、はい、プラス税になりますので、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、はい、以上です。はい、ではいきますよ、今日のビッチャーということでですね、今日のブッチョイはですね、はい、こちらなんです、こちらなんで す, んです。はい、僕らはみんな生きている、ね、僕らはみんな生きている、いや、みんなじゃない、みんなやね、僕らはみんな生きている、いや、歌い直さんでいいから歌い直さんでいい、はいはい、まあこれですね、はい、まあ金子智明監督の完全書き下ろし作品ということで、はい、若手俳優、ベテラン俳優陣が描く歪んだ正義の形とかっていうね、そういう作品になってます。はい、で、去年のね12月に実はシネマロサス公開上映はされてるんですけど、それが大阪ではようやくですね、この10月見れるんです、ね、はい、21日からですね、シアターセブンで上映という形になってるんですけども、これね、僕注目してほしいのが、ね、注目してほしいのがこの人なんです、この人なんです。で、誰っていうと、まあまあ、あの主演は雄太郎くん、まあまあ、あとダブル主演なんですけどね、うんうん、鶴島ノアちゃん、うん、はい、分かってますね、皆さん分かってんの？あの仮面ライダーゼロワンでね、うんうん、あのゼロワンの秘書役のアンドロイドというか、うん、あの人型のロボットというかね、あの、のイズっていうね、役をやっていた鶴島ノアちゃんがね、彼女が、なんと、まあ、ダブル主演でやってるやつなんですよ、はい、で最近彼女結構ですね、いろんな、まあ、ドラマとかに、
まあ、映画もそうですけど出てまして、はい、あの不倫を誘うあの OL の役とかね、割とねそういうね、まあ、セクシーというかなんかあのセクシーを匂わせるみたいな、あの見せないけどねみたいな、なんかそんな感じのね、役をやってたりとかするんですけども、はい、この辻島智也ちゃんがね出てたりとかしますので、これ結構注目なんだなっていう話なんですが、実は私まだ見てません。あらま。まだ見てません。全然見てません。でなのでここに書いてあることをちょっと読みますんで、はい、はい、読ませていただきます。はい、人との交流が苦手な主人公、宮田、俊は、上京し、下町商店街の弁当屋にてアルバイトを始める。新たな友人に囲まれ、東京での新生活は、順調なスタートを切ったように見えた。その裏で、進められる商店街全体を巻き込んだ残忍な計画、一見平凡な寂れた商店街の中に、潜む大人たちの闇と、現代の若者との対比を、皮肉にも冷酷に描き出すというね、なかなかちょっと面白そうな内容になってるんですけども、はい、何ですかジャンルは。ジャンル何なんでしょうね、これノワールなのかサスペンスなのか、ね、でしかもねこの鶴島ノアちゃんの後ろにいる人、うん、ね、渡辺裕之さんですよ。でこれね、配給の人が言ってました。ちゃんと調べた結果、うん、渡辺裕之さんが本当に一番最後に出たやつらしい。はい、遺作になるそうです。はい、ということなので、まあいろんな人がね出てるんですよ。だから西村和彦さんもいますし、はい、京都出身のね、はい、だからいろんな俳優さん出ていて、児玉遥さん、はい、なので、割とオールスター的な感じでもあるんですけどね、はい、でどんなやつかっていうのをね見もせんとお前よう喋ったなって話なんで、すいません、反省してですね、この2から、今日は来週、来週からなんですよ。来週からシアターセブンなんですけど、その来週の前、公開の前に、監督にインタビューします。でそれを残念ながらちょっともうあの21日とかが間に合わないので、すいません、番組の外に特別編という形でインタビューを流しますので、ぜひそちらの方を見てほしいというお願いでございます。そりゃそうだ、そりゃそうだよ。で、このね金子監督実はね大阪出身らしいんですよ。まあちょっとだからいろいろと仲良くなろうかなと思ってるので、はい、金子監督にインタビューをさせていただいて、それを、配信させていただきますので、そちらの方ぜひ皆さんご覧くださいというお話でございます。はい、はい、ぜひ楽しみにねしていただきたいと思います。はい、ということで今日のグッドボーイでした。はい、ということでエンディングでございます。はい、あっちゅう間に走り抜けてまいりましたが、はい、はい、そうっすね、長倉さんの熱さがすごくてね、もう本当に全く僕が合いの手打ってんのも無視して喋ってるぐらいすごいすごいもうな塊のようにもう言葉を発してきはる方。結構インタビューで、平さんが喋ってることが多かったりとかする回もあるじゃないですか。ほとんど喋ってないからね。そう、今回ほとんど喋ってないから合いの手しか打たれへん。合いの手ももう届いてないそんだけ熱い思いが、ね、いや本当にそうです、すごいなと思う。まあちょっとね一応そう本当にね喋ってらっしゃる内容すごいいい内容が多いので、また特別編でフルバージョンをちょっと出そうかなと思ってますんで、まあ、そちらの方を見ていただくと、もっといろんなこと実は喋ってらっしゃいます。もうもっと喋ってるんで、すごいいい内容というかですね、なんていうかな、戦争に対する考え方みたいな話とかもすごい本当はされてるんですよ。でマスードが実はこうやでっていう細かいところもあるんですけど、残念ながらちょっと10分にまとめなきゃいけないんで、カットさせていただいたところがたくさんありますんで、まあできればそちらも合わせて見ていただくと、より作品楽しんでいただけるんじゃないか。割と今回のこのインタビューだから喋ってくれてるところもすごいたくさんあるので、きっとファンの方とか映画を見た後の方とかでも楽しめるインタビューになってるんじゃないかなと思いますので、
ぜひ今日から公開しますけど、公開して見たけどこのインタビュー見たらもっとわかるみたいな話もあるし、また見たくなることもあると思うので、ぜひ合わせてご覧いただきたいと思います。はい、そんな感じですけども、皆さんね、もうだんだんその年末も近づいてきて、ね、やること増えてきてます、ね、みんな健康には気をつけてね俺この間本当東京出張行ってきて帰ってきた翌々日ぐらいに倒れてたりとかして、はい、皆さんもね、なかなかね言うこと聞けへん年になってきてるんで、季節も変わって気温が違ってくるから、そうもういます、今なんかこんな腕出してますけどもうかなり寒いですから、涼しいですから ね、はい、変わり目ですから皆さん気をつけてください。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。はい、皆さん今日はどうもありがとうございました。また来週。